はい、えー、それでは統合双方横断学習とあてと,ところで、便利士試験スマート攻略法ですね。まず、カリキュラム編の方の話をしたいと思います。えー、担当は、レクセンに詳しの便利士と馬場です。皆さん、こんにちは、はい。というところで、えー、と私がですね、便、え、利、ーまあ、士試験の、まあ、入門講座的な、ね、位置づけにある、まあ、スマート攻略コースという、ねえー、のを担当させていただきます馬場と申しますと。で、えーまあ、この講座なんですけれども、まあ、こういうふうに、ね、見てお分かりのように、まあ、通信。 専用の講座とということで、やっていますでそれは、やっぱりは通常のね、生講義をまあ収録して通信っていうスタイルもあるんですけれども、まあ、こう通信専用でやることによるメリットっていうのもありますので、まあ、そこを生かしたね、あの講座ということになっています。で、早速、どんな講座なのかっていうのをまあ話をしていきたいんですけど、最初にね、やっぱりちょっと自分のことを知っていただきたいというのがありますので、まあ、簡単な、えっ、ー、と、まあ、自己紹介というんですかね、をさせていただこうかなと思っています。はい、で私についいてというとうころこれであの あれしょかっこいいでしょ、うん、これね実は去年の合格者が描いてくれた絵なんですよ。すごいうまいですよね。私絵下手なんですけど。はいで、えー、とまず私なんですけれども、じゃあ便利試験っていうのは、まあ、一体いつ目指して、ね、いつ取ったのかというところで実はまあ勉強したのはですねもう2000年ですね。もうほぼ20年前ということになりますね。東京は出すの早いですね、うん。で、2000年に勉強したとしまして、まあ、2002年に合格ですから、まあ、試験期間はまあ勉強期間2年ぐらいということですかね。ただ もともとねこれ何をやっていたかというところでまあ大体この業界っていうのは便利士試験目指す方というのはもともと開発者だったりえあとはまあ本当に知財部とか特許事務所にいるよっていう形でまあ何らかのねまあ技術に携わっている方が多いんですけどあの私実はそうじゃなくて実はこの前職っていうか便利士になる前はですねあの学習塾 ずっっとやていたんですね。大学とかはコンピューターの情報処理をやっていたんですけれどもそのまま実はいろいろちょっとありましてそこの学習塾ですねずっとバイト時代にやっているところを社員に切り替わりましてずっと学習塾でやってましたあ中学受験から高校受験の算数数学って書いてあるんですけれども実際は主には中学受験の算数ですねというのをやってました。 中核受験の算数をずっと教えてたんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、このままだといろいろちょっと思うところがありまして、まあ、ちょっと自分で転職をしようということになってですねでまあその時に、まあ、何を目指そうかなと思った時に、まあ、コンピューターがずっと好きだったので、まあ、技術がね使える仕事がいいかなとえただ、まあ、コンピューター業界は結構つらいっていうのはもう知っていたので。 うん、っていうのと、まあ、自分がコンピューターできるからコンピューター業界行っちゃうとねこれ目立たないんだよねやっぱりこて言うなんですかねこう他の同俵で取るとこう技術がこう光るというかねやっぱこうみんなが知らないところで頑張るといいんですけどみんなができるところでやってもね、まあ、目立たないなというのもあったので、まあ、ちょっとそのコンピューター業界ではなく、まあ、逆に同じく技術を使うまあ便利士っていうのをまあ目指したということになります。ただまああの学習塾めめちゃめちゃゃ 当時忙しくていうと、年間340日とか、あのー、だいたいそれぐらい働いてましたね。まあ今よくブラック業界って言われますけど、まあ当時ブラックとも思わず、まあ非常にまああの楽しかったですね。学習塾時代はね。うん、で本当にまあちょっと、ね、今はもういろと状況変わりましたけど、まあ実際自分が仕事してた中でもあの一番面白かったかなと思ってます。今だに。はい。で、まあその学習塾っていうのをまたがめちょっと忙しいので、そのままだとちょっと資格試験はできない、勉強できないなと思って、ちょっと学習塾はまあ退職しましてね。で、えー、ただまあ仕事 しなないいいわけにもいかののでででその後実はあのレッグであの講師を当時やってたんですよちょうどだから2000年2001年とかで何をやっていたかというと、まあ、ここに書いてます今でいう基本情報技術者とか応用情報技術者とかですね、まあ、この辺の実は講座をですね、まあ、コンピューターの講座を教えてたということになります。 はい、でまあベンチ試験として受験生2年間ですね受けていましてでまあ1年目ですけどまあ <laughs> あのまあこういうと、まあ、当時あの私もあのねもうずっといらっしゃる佐藤先生の入門講義を受けてましたけどまあね本当に申し訳ないぐらい勉強しなくてねでまあもう当然勉強しないですから担当試験も不合格ということでね。で通常まあそこで、ね、よし悔し悔いと 悔しいから二年目ねあの頑張ろうと思うんですけど二年目もしなかったですね <laughs> あのまあ悔しいことは悔しいんですけど勉強してないくせにねうんただやっぱりあの二年目もなかなかできなかったちょうどね。 ドラケ7が出ちゃったんだよねね。当時、ね、あの石版集めるやつねあの石版集めるの大変だったよね。<laughs> でそれをやったりもして,て <laughs> まあね今皆さんがゲームやる人は大反対ですけど、まあ、そんなことやりつつということで、まあ、勉強しなかったんですよ。で、まあ、担当模試も、まあ、30点前後でねこれはいかがなもんかなと <laughs> まあ思ってたんですけど、まあ、なんとか、まあ、その年に合格できたとか、まあ、当時免除制度とかはなかったのでただちょっと選択科目の免除がここで入ったんですよ。 であの学習試験やめた時に、まあ、なんかちょっとせっかくだから資格取るかと思ってちょうどまあ第一種情報技術者ですかね第一種情報処理技術者っていうのが、まあ、平成12年かなんかが最後の年で、まあ、そこからあのソフトウェア開発技術者とか、まあ、応用情報技術者って名前に変わっていくんですけど、まあ、ちょうどその第一種最後の年だったので、まあ、たまたまそこで受けてたまたま受かったとでその時資格を持ってたので、まあ、選択の免除も使えたというのは非常にまあラッキーでしたよね。で、まあ、そのまあなんとかあの担当試験もまあその年だけ良くて論文もなんか勢いで受かって っってしまったという形ですかね今あの実際あの特許事務所の方でですねあのまあ主にまあ通信関係とか、まあ、結構いろんなことやってますね、うん、まの、あまあ、メインはやっぱりソフトウェア関係の出願なんですけれどもまあ、通信とかまあ生活用品とかあとはまあ商標とかあのまあ不正競争防止法とかっていうところでまあちょっといろいろやっているということになります。だから大体平日は事務所でまあ、土日はえと、まあ、レックでまあ講義をやっているという流れですね。 でまあ皆さんで、まあまあ、これちょっとねさっきそって言ったんですけど、まあ、2年で受かったというんですけど決して私ほんと優秀ではないんですよ。で私が嫌いなの何なですかと勉強嫌いなんですよ、うん。勉強嫌い。もうこれはね多分あのいろんな他のね高校、まあ、受験機関の先生いるんですけど多分勉強の嫌いさで言ったら私一番じゃないかっていうぐらいで本当にもうねやんないですよ <laughs> 勉強真面目に。 だからそうすると人間というのは弱点なものをやっぱりカバーすることが大事ねでもともと例えば自分もあのコンピューターやるようになったというのは何かしたらね字が汚かったんですよ今も汚いんですけどで字が下手だからちょうどまあ自分が小学生ぐらいに当時珍しかったねワープロボーをなんか父親が持ってきたんですね会社でもう古いもう古いやつを、まあ、当時まあ液晶1行しかない時代で。 開業したかどうかも分かんないぐらいのね開業マーク入るだけでずっと1行しかないんですけどでそんなのね当時はキーボードなんか持ちにくいので自分がもし字が綺麗だったらこんなんだったら手で書いた方が早いよと思ったかもしれないんですけど自分としては字汚いんであ 活字出る,なんて出るなんていいよねっていうのでやっぱりそのワープロでキーボードを覚えてで結局そこからまあコンピューターをやるようになったっていうだからもう自分がやっぱ苦手なところでカバーするだから自分がやっぱり勉強が好きじゃないですしそれからやっぱり記憶力ですよね勉強に関しては本当にないんですよ記憶力全然覚えられないのでじゃあ覚えられないってことは少ないを覚える覚える量を少なくしていかに知識を広げるかですよ、うん、だからあの、ね、よくできる方は10個あれば10個覚えればいいんですけど私は10個中1個しか覚えられないから じゃどうするかしたらその1個から10個が連想できるようにしていくっていうだそういうやり方をしているんですよね。だからそういったのがまあ、今の多分指導には役に立っているのかなと思います。自分自身が覚えられないものね皆さんに覚えましょうつたて,言ってそれは説得力ないですから私としては極力覚えないっていうやり方をしています。 で、まあ、便利試験っていうところで、まあ、皆さんに意識をしていただきたいところがありまして、便利試験、これから、じゃあ、勉強していこうと思ったときに、すごく大事なことがあります。で、何かと言ったら、2021年の便利試験ですね、もう、もうだいぶ先ですけどね、2021年ですよね、に、期限内に合格しなきゃいけないっていうことなんですよ。で、これっていうのは、要するに、仕事として捉えてほしいんですね。勉強ではなくて。うん。あの、勉強って考えるとね、やっぱ、再現なくやってしまう。自分の分かんないところをやろうとする。そうじゃない。 これ仕事なので、クライアントの求めてるものを出せばいい。すなわち、クライアントというのは試験員です。試験員が望むものを出してあげればいいってなった時に、じゃあ合格する勉強でも絶対中心にやっていただきたい。特に合格点を取れれば、合格するものって考えて、満点を取る必要ないです。で、これ実は学習ね、あのー、今までこうやってきているこう受験勉強の弊害なんですけど、皆さん満点を狙いたがるんですね。で、満点なんかいらないです。合格点をしっかり取るんだっていう意識です。 うん、でそれから覚えていくこれからねいろいろ勉強するとね覚えないまあ極力覚えないにはしていくんですけれどもただやっぱりまあね覚えることもありますで皆さんとしてはこれを意識してほしい何かってったら忘れる量というのがありますよとうん覚えるだけじゃなくて忘れる要するに知識が蒸発してきますから,からその分もこう考えてですね勉強というのは進めていかなければいけないということになりますそれから皆さんね学生時代と違います一番違うのは何か時間がないですよね うん、時間がない要するに学生時代みたいにね勉強だけしとけば何もかも免罪符になって家に帰ったらご飯もあって洗濯物も終わっていて、ね、あただ勉強してればいいそんな時代じゃないですよね今さんもう皆さんは自分でご飯を作んなきゃいけないもしくはねあのご飯できたとしてもね洗濯だってしなきゃいけない家事もしなきゃいけない仕事行かなきゃいけないねいろいろやることあります。 なので時間がない中で効率よくやっていくってことが極めて重要になっていきますだから学生時代の成功体験っていうのを踏まえていただくのはいいんですけれどもやっぱり資格試験の勉強というのは切り替えていただきたいんですね勉強法ということになりますで、そういうことを踏まえて作られてるのがこのスマート攻略コースということになっていますで実際は180時間というまあ、かなり短い時間ではあるんですけどその時間さえですねしっかり確保していただければ便利事試験に合格する土台を作ることができます だからそこから、あとは皆さんが、まあ、当然ね、講座だけでは合格できないです。当然問題を解く時間もいります。理解する時間もいります。ただ、そのきっかけですね。で私があのこの講義でやることは何かと言ったら、皆さんをナビゲートしていくのが仕事と思ってます。講師業というのは。こっちですよ、こっちですよってね。ほんでこ、こっち行っち,ゃい行っちゃいそうな人に、いや、こっち、こっち、こっち行って、こっち行った方が早いからって。これを教えてあげるのが、我々の仕事だと思ってるんですね。 はいでじゃあそのカリキュラムっていうのがまあどうなってるかというところではいドーンと、まあ、講座ねいっぱいあるんですけれどもまあいわゆるまあスタートアップ講座入門講座っていうところでいくつか講座がありますでいくつか講座があります、はい、でまあこれについては一応最小限でまあ合格レベルにたどり着くような形で、えー、カリキュラムが組まれてるというふうに思っていただければと思うんですね。で、まあ、そもそもじゃあ180時間っていうのが他の講座に比べてもかなり少ないんですけどなぜ少ないのかと。 なぜ講義時間が少ないのかというところになるんですけれども試験に出やすいところを重点的に学習しています試験に出やすいところを重点的に学習しているだから試験に出ないところはもうバッサバッサ切っちゃうんですねもうカットカットねうんそれから重複部分があります、まあ、重複部分ももう切っちゃいましょう <coughs> 要するに別々に覚えなくていいところというのがあるんですねうんあるんですでそういうところはもう切ってしまう例えばねまあ、ちょっとまだやってないから分かりにくいかもしれませんけど権利をまあこう あると特許権とか商標権とかあるんですけど、まあ、その時に実はこう権利をまあ放棄するとかっていうところがあるんですねだから例えば放棄するっていうのは放棄する一個ではなくってその関連する規定もまあ一緒に覚えてしまう例えば特許権を移転するで移転する時っていうのは実は制限かかるものっていうのがありますある商標権は勝手に移転できませんよである商標権は勝手に例えば専用使用権が設定できませんとか。 ある商業権は勝手に七券まあ七券じゃないうのは、ね、このお金借りた時のまあ肩借金の方みたいなもんなんですけど七券が設定できません。今言ったような例えば商業権の移転七券、えー、専用商業券というのがあるんですけれども例えばこの三つって三つバラバラで覚えるのもいいんですけれど実はこれ趣旨さえ分かっていればこれ一個分かっていれば全部分かっちゃうんですこれ同じです趣旨はうんこれ要するに、ね、権利が移るっていうことなんですよ全部。 だからそういった意味ではね独占権が移るっていうのが共通のルールになりますからそこを覚覚ええれば3つ覚える必要ないんです、ね、だ,からそこだけでも3分の1にカットできるということになりますからそういう重複部分はまあ趣旨からどんどんまとめて理解してあげるということが大事です。ね、もうカットカットしていく、はい。そして家庭学習の指示ですね示唆。うん,なんここは家でやりましょうここは読んどきましょうということの学習指示があることによってここも講義からはカットできます。となると、まあ、本来ですね うんまあ、本来考えられていた、まあ、全体的な内容に比べてこのオレンジの部分でけやればいいですからかなり学習時間としてはコンパクトにまとめることができます。当然ここ、ね、ここはは広広げげててほほししいいでですね家庭ただこの辺ですね試験に出てないところというところは当然切れますしそれから重複してまとめてす理解しているというのはこれも実はこっちに伸びるんですね、うん、1一個分かってれば。そういった意味では、まあ、この最小限のコアの部分をしっかり理解していただきたいと思っています。 でさらに通信専用というところで、まあ、非常にまあこれ使い勝手がいいのが60分1コマっていう講義でやっています60分1コマですから、まあ、例えばいろいろねあの時間がありますさっき言ったように皆さんは社会人で時間がありませんってなった時に自分でどの時間どう使おうかとねう,う,う考えていくいわゆる隙間時間をしっかり活用していくってことがすごく大事になります。 例えば CM 中にこれも確認とかね条文を一つ確認ってあるんですけど、まあ、要するにちょっとした空いた時間これもつなんだこれちょっと後で説明しますけどこの空いてる時間ねちょっとした空いてる時間でも勉強時間に割り当てるもう机に使ってね例えば会社から帰って机に座って3時間勉強します、まあ、これも大事ですけどなかなか難しいですこれはなかなか難しい。 うん、ということになりますので、だからそういった意味では、もうそこは意識しなくて結構です。そこは意識しなくて結構。ね例えば、通勤中にスマホで講義見れます。ね、60分とかやったりとか、予習のテキスト、ね、ちょっと、えー、例えば早起きして、早起きしてテキストを見て、通勤時間に講義聞いてみたいな。で、昼休み中にやるとか、そういう形で、いろんなところをこう細かい時間を集めることによって、勉強時間っていうのを確保していただけるとよろしいんじゃないかなと思います。はい。 ででではそういうい感じでですね細切れで勉強していくというカリキュラムで考えた時にじゃあこの講座どう使っていけばいいのかというところですけどまず担当試験対策です。で我々便利試験我々便利試験とかしな便利試験は担当試験と論文試験と口述試験に分かれます。で今回特に担当試験と論文試験について話をさせていただきたいんですけれどもまず担当試験はちょっと難しいんですね。うん、内容は 皆さんからすると、担当って丸ツで答えるので優しそう。で、論文って書かなきゃいけないから難しそうと思うかもしれませんけど、私は考え逆です。担当の方がやっぱりはるかに難しい。で、論文は実はポイントさえ押さえてしまえば、そんなに難しくないです。そんなに難しくない。うん、あれ書けないように思うんですけど、実はね、結構書きやすいんですよ。うん、慣れればね。はい。とてもまだ最初は書けないですよ。って言った時に、はい、スタートアップ講座、入門講座とかね、いろいろありますと。 で私がまあ講座の中特にまあ担当試験も踏まえてなんですけれどもまずスタートアップ講座と入門講座の位置づけというのがどうなっているのかというと「弁理士試験」これね「弁理士試験」ねドーンと書いてありますけどこれ「弁理士試験なんですよ何言ってんだ」とねあのこの講師は一体何を言い出したんだと思ってるかもしれませんけどすなわち「弁理士試験」っていうことで私が意識しているのは「弁理士という観点」と「試験」という観点。 この二つをしっかり意識してほしいと思っています。で、実際私も講義として意識してるのはここですね。ここです。で、まず、便利士という観点からは、やっぱり最近の問題はこの視点が非常に大きいです。便利士としてどう考えるんですかうん。例えば、論文試験の問題って法律なんでね、こうさんとかおっさん出てくるのよ。うん。こうはね、発明 X にして特許出願 X をしなんて。わからけないです。だそういう理解じゃダメ。こうさん、具体的にイメージしましょうよ。 ね、だいたい50歳ぐらいの、ね、これあのベアリング作ってる工場の社長だとか、ね、その場所はどこですかね、まあ、墨田区かその辺ですかね工場としてはあったりするとかね、まあ、東京であればねそういったことでより具体的なイメージを持っていくというのが大事で実際に自分が弁理士だったらどうう考えるかなという感覚で実際最近の論文試験とかはやっぱそういう視点が非常に重視されてると思いますので、まあ、そこをしっかり意識してほしい。それから、えー、もう一個は試験として やっぱり試験ですから点数を取ることが大事でこれ最初に言ったように勉強ではないです試験だから分かんないことをねあのしっかり突き詰めてやりましょうそんな必要ないですそんな必要ないうんだから試験みたいなことは割り切るもうそこはもうやらないともうそれは私はいいと思ってますね、うん、でやっぱり実務と試験は微妙に違いますこれは実務と試験は違います,違います で私自身がふ、まあ、普段ねさっきのま事務所で仕事をしていますので、まあ、いろんな話をさせていただきます、うん実際例えば今週、まあ、ネットで守秘義,義務っていうのが我々あるので細かいことは言えないんですけど例えば特許であればこんな感じで出願するよとかああ先週面接審査に行ってね審査官とこんな話したんだよなんてねいうことを言うんですけどもやっぱり特にこのまあ便利士ってね今特許事務所とかにいるとか企業の知財部にいるとかって方イメージ湧くかもしれませんけれども、まあ、そうじゃないとイメージ湧きにくいよね。 うん、例えば知財部なんかでも自分が普段特許をやってればやっぱ商標のイメージは湧きにくいですだそういった意味でのまあちょっと幅広い感覚ですねを身につけていただきたいで考えてるのがスタートアップ講座でこっちの力をまずまず簡単に見ますだスタートアップ講座っていうのは私の中ではどういう位置づけかというと皆さんをね共通のライン揃えたいの共通のラインっていうのは いわゆるまあ業界用語というか例えば中間対応とかって言い方があったりまあ内外,外のがまあ内外が外偉外いやあの内外とか外,外の質感とかあるんですけどまあそういった言葉がねまあパッとわかるとうんあ聞いたことあるよっていうそういうレベルにまずしていただきたいこれがスタートアップ講座ですうんでスタートアップ講座は今年無茶やってますあの <laughs> 無茶やってる何が無茶やってるかと、ね、れいきなり論文の過去問バーンってテキスト載ってるのようんわかるわけないですよでそれでいいのオッケーうん今わからないってこところが分かってほしい。 私自身の講座はそういう感じでやってますね。やっぱり皆さんに見せたいんですよ、ゴールここまで頑張ればいいんだよっていう。ゴール分かってないと、どう進んでいいか分からないでしょ。だからゴールが分かんなくてもいいの、まだ。でもあ、ここまで行けばいいんだっていうことは早めに見せたいので、どん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 過去問も見せていきます。でそれわ分かんなくてもいいです。理解できなくていいです。ちゃんと言いますあ。これ理解できなくていいよ。今分かんなくていいよ。焦る必要ないです。今、分かるべきところをしっかり分かっていただきたいということですね。で、試験としての対策を、まず入門講座でやっていきます。 だから条文の実際理解であったりとか問題では試験ではこういう風に出方するんですよというのはこちらね、うんまあ、当然まあこの考え方というのはずっと進むんですよずっと進むんですけどまずはスタートアップ講座でまあしっかりと話をしていくということになります。でとにかくまず4法を最初やっていくんですけれども4法の対策というのは結局担当試験と論文試験がまあ両方出ますね。まあ、4法というのは特許実用信用法医疫法商標法この4つですけど両方に試験としては出ますと。 だから最初のうち、まあ、重要項目ぐらいまではここです。両方に使える知識を優先的に学習してほしいと。でまずここやっていきましょう。でまずここやっていって後半になって担当での知識というのを整理していくと。担当でしか出ないよっていう細かい知識は後半です。まずは共通で使える知識をしっかり作りましょう。うん、で論文でしか使えない知識は実はあんまりないんですけどだまあ例えばねあの特許法ねなんで特許法あるのとかっていう。 いわゆる趣旨問題って言うんですけどそれは担当では出ないので確かに論文だけなんですけどただばまあおおむね共通する知識がかなり多いですからまずそこをしっかりやっていただくとで担当で出る知識もやっぱりかなりあるんですよだからこれは後回していいかなと思ってますその強弱をつけるのが非常に大事ですねで実際にこの担当でしか使えない知識というのがその過去問十分攻略講座という流れになってきますで過去問十分攻略講座についてはですね はい、まあ、こんな形で、まあこれ文っていうのを使ってやっていきます。で、これ文っていうのは、まあ、何かといったら過去問を条文ごとに整理したものになります。なので、まず過去問の過去文から条文なえっ、ー、と条文の重要な要件を抽出して、それを説明していきます。あのね、まずさっき言ったように試験に出るところができなきゃダメなのね。で、ここの知識は段階的に覚えてほしいと思っています。 で例えば去年使った、えー、と論文のこれもあのじゃあ担当のこれもんっていうのを実際ちょっと見してみたいと思うんですけどこれが実際講義で使ったやつですねうん例えばまあこういうふうに条文がありますまあこれ意証法なんですけど次にねちょっとこれ字由薄くなってますけどこれポンってあるんだよでこれこれんっていう問題私が使っている教材なんですけどでこれこれポンって何かって言ったらこれこれポン1これポン2っていうのはまあ論点っていうんですねこういうの、まあ、要するに試験に出るポイントで試験に出るポイントがもう何回も出てるやつ ここはもう1回だけじゃない2回も3回も4回も出てるっていうことは最優先なんですここは10年に1回しか出てないよりかは10年に2回3回4回出てる問題ポイントを押さえることが先ですで大体試験受からない人はまずここのポイントが押さえられてないうんなので毎年出るポイントというのはしっかり押さえていただきたいでまあ実際に試験出てる判例なんかも載ってますであとはこんな感じでちょっと見てちょうだ、ね、いこうやって過去問ね この今これ意思法の3条っていうまあちょっと条文なんですけれどもその3条に絡む問題だけを載せてるんですこういうふうに全部こうやってね全部こう全部こう載ってるの今まででこれね平成14年から載ってますめちゃめちゃ載ってるうんだまあ古い問題はやらなくてもいいよ別にで問題を解くんじゃないんです最初の頃は問題を見て理解をすることが大事でこれね最初から問題解こうって皆さんしちゃうんですけど時間効率もったいないのね うん、問題を解いていい時期っていうのはもう7割解けるようになってから <laughs> 7割解けたら残り3割が分からないよねって勉強になるんですけど何もかも分かんない状態で問題を解いてもう重要なところが全く見えないだから私の後期の中ではまずは問題を理解しようと少なくとも年内ですかね平成あの2020年中は問題を解く必要はないですただし問題を覚える覚えるというか、まあ、理解をしていくってことが大事ね 今これちょっとチェックしてるのは、まあ、ここがポイントだよっていう過去問を読む上でのポイントですよっていうことなんですけれども、まあ、講義中でねこれちょっとチェックしたところですけど、まあ、こういう形で実際この過去問条文攻略講座っていうのでやっていきます、うん。で私としてはもうとにかく皆さん段階で追ってほしいわけ段階で必ず絶対出る内容それから絶対では出ない,ないんだけども一応今まで験に出たことがある内容でそこが分かった上でそれ以外のことを抑えればいい、うん、この段階です。 で実際そこのそれ以外の部分っていうのは担当アドバイスっていうレッグの教材がありますでそれを自称があり見つ使っていただきたいうんで結局何でそういう重要順でやっていくかっていうと大事なことがどこかが分からなくなっちゃうんですそれが試験に受からない一番の理由ですね皆さんはやっぱり皆さん真面目ですからね、うん、通常便利試験生っていうのはね受験生はやっぱ皆さんね非常によくおできになるんです一般的にはね大体まあ一般的っていう方もあんまりできないっていう人はいないですね勉強が やっぱり難しい試験だからチャレンジしようっていう人はやっぱり少なくとも私が本当と全然皆さん覚えがいいというかね私が本当に覚え悪いのですごい優秀だなと思うんですけどただやっぱりね全部やるとしちゃうんでどこが重要かが見えなくなっちゃうのねだそこの交通整理を私がしているということになります。でこれが担当試験ですじゃあ論文試験はどうなっていくかっていうとさっき言った実はね論文試験ってそんなに難しくないと思ってます。あこれじゃないや失礼 はい、論文試験の対策ということで、今ここにちょっと、あの、アップしていますけれども、うん。これ何かというと、まあこれ見ていただくとわかりますように、これどうなっ、うん、これね。あの、要するに、よしよしょ俺が出ないとダメだ。うん、ここ。まあここまでは共通なんです。さっきの論文出るところだから。今度こっちです。論文書き方講座っていうところで始まっていきますと。 いうところですねで論文書き方講座っていうところで、まあ、いわゆる論文ユニット論文スキルアップこれ一体何なんだということなんですけど論文試験っていうのはもう問題文が出て最近は事例問題が多いですけど、まあ、それでこう文章バーッとね大体 A4 で4ページくらい書くんですよ。でその時にまず流儀をここでやります論文書き方講座。でこれは皆さんはこれね論文って本当にねこれ意識しないんですけど受験生って点数を取るって感覚があまりないんです論文。 単純にやっぱり書けるか書けないか、文章を書くか書かないかっていうね、感覚しかないんですけど、試験である以上点数がつきますから、点数のつく答案を書かないとダメなんです。だからまずその感覚を教えます。点数を取るためにはどうするんだ。ということですね。単純に文章を書けばいいってことじゃなくって、点がつく答案を作らなければダメということになります。じゃあ答案ってどう作るんですかっていうと、これはやり方としては2つです。まず問題文を読んだら、 項目何かって言ったらこの問題読みましたあこれはこれとこれは例えば無効由書こう140の3書こう選手用件書こう、まあ、今では全然分かんなくていいですよそういう項目があるんです。で例えば今やったように無効審判について書こうと思ったらその内容を書かなきゃダメ。じゃあ無効審判についてどう書こうということになるんですけどこれって結局項目が分かっても書く内容が分からないと書けないんです。 だから言ってしまえばこれが道具なんですね一個一個の、まあ、パーツというかユニットなんですユニットの塊があってでそれがまずあの何かっていうのを知らないと項目ねあこの問題は無効審判だとか分かっても書けないんですようんなのでどうするかっていうとこの2つの力があの鍛えていただきたいで項目出しに関しては何を書くかといった項目ですねそのいわゆる問題文からユニットを抽出するこれねプレハブみたいなもんなの論文って で文章だけ見るとダーッと書いてあるから書きにくいんですけどこれね部品をねこうパカパカはめていけばいいの。で問題文からあこの部品この部品ってはめていけば実は答案ってできちゃいます、うん。それがベストかどうかは分かりませんけど少なくともベターですね合格する答案ができますそれで私はそれで十分だと思ってます。なのでまずは何を書くかという項目を抽出する作業ともう一個で項目が分かりましたユニットが分かりました。でも何書いていいか分かりませんっていうのは困りますから実際書くべきユニットを答案に記載していく作業。 今言ったように向こう審判というのを書くということが分かったら、じゃあ、向こう審判のは何を書くかというのを具体的に押さえていただきたい。で、これを2つの講座で担保しています。はい。で、えっ、ー、と、論文ユニット構築講座っていうところで、まあ、あごめんなさい、えっ、ー、とね、これ逆だな。うん、<laughs> あの、すみません。まあ、あの2つあってですね、で、論文スキルアップ講座っていうのが、実はこれ、過去問のやつですね。過去問のもの。 それから論文ユニット構築講座はこれ「論文これもん」っていうですねでちょっと次のページありますけど、まあ、こんなやつなんですでこれ何かと言ったら最終的に私は論文の過去問が勉強できるようになれば論文式の力はつくと思っていますで実際自分の論文の,あの講座なんかではそういう指導の仕方をしてるんですね論文の過去問をしっかりやった方がいいよとただ最初から論文の過去問をやるとかなりきついんですということを考えるとまずはその論文ってね長い避けた A4 で4枚ぐらいあるから 長いので、それを私が全部分解します。こう項目で。で、こういう定型文って形で短くこうパカってまとめてるんです。ただ、これだけ覚えても、も覚えてねい人もわからないので。これについて、ちょっと問題を作ってるという,ということになります。だから、このまあ、定型文と、まあ、問題がよって、まあ、一個一個のユニットとか、部品を抑えていただきたいということになります。 で、それプラス、まあ、論文の書き方講座、そこで先で言ったまあ、点数を取るということを考えていくということですだ、うん、まあ、こっち、こっち、こっちが論文ユニット構築講座なんですけど、だから。で、まあ、その論文これもんいうのがあるんですけど、まあ、これが結構あるんですね。実際100、200近くあるんですけど、あの、この項目が。で、これをしっかり学習しておいていただければ、あの、論文については、担当試験校からで間に合います。ただ、ここにね、やっとかないとダメなのね。で、これをね、年内ぐらい、目標としては、年内ぐらいはこの勉強をしていただきたいと思っています。 はい、だからまあその論文ユニットのまあ構築かまいうかあその論文コレモンっていうのを使ってあの実際その部品分野をしっかり押さえていただくとでそれができるようになったらあとは過去問からこの問題っていうのはこういう項目だっていうことさえ分かればでそれは論文スキルアップっていう構座があるんですけど論文スキルアップは何をやっているかというとですね実はその過去問をやっあの使ってますですすけど特に古い過去問で,す、ね、のでレックの,あの過去問集というのがあるんですけどレックの過去問集が7年分か8年分しかないんですね。 なので私は平成14年からやっっててほしいと思ってます14年から今レックが売ってる年度だからまだ平成22とか23年までなんですけどそこの過去問はこの「論文スキルアップ」っていう講座で提供していますそこさえ揃えば平成14、ね、年から直近まで全部過去問揃うから、うん、そこも勉強していただくとそれによって項目出しの勉強になりますただこれはねもうちょっと後でもいいです、うん、あのねちょうど担当が終わった後に必死にやる まあ、地獄の論文マラソンとかってあるんですけど、まあ、そういう形で、まあ、論文の勉強を、まあ、繰り返しやっていただくとだからそのためには、まあ、先にねその論文のユニット部品を覚えとかなきゃいけないのでそれは年内にやっていただきたいというふうに思っていますと、はい、一応まあそういった形のカリキュラムを考えている講座ということになりますであとは、えー、とまあ下三歩に関しては、まあ、もうちょっと後ですかねちょっとさっきの担当のスライドに戻しますけれどもだいぶちょっと戻っちゃいますけどここかな この下3歩攻略講座というのが、まあ、これが担当のこの下3歩ですね。でこれはいつやればいいかと言ったらこれは年明けで結構です。うんあの早くとも。年内はまずは4歩をしっかり固めていきましょう。ね。2 0、えーまあ、年内ですか、まあ、2021年ね。まあ、早い方はもしかしたら2020年にこれ見てると思いますけど、まあ、2021年度中うんう2019年に見てるのか。 2019年に見ていてちょっとねいろんな講座があるとごちゃごちゃになってますけど2019年に見てる方は2020年の話してんだよ21年の試験目指してるから2020年中はここまでしっかりやっていただければいいですがっつり、うん、あ4歩横断をまとめたいうのはねこれちょっと変わった講座でここまではずっと確保でやっていくんですよ特許実用新案衣装商標ってここはそれを全部一緒に見ちゃう、うん例えばじゃあ 特許と遺書はどう違う、ね、特,異特許法、遺書保証表でどう違うというのを最後に舐めていく講座になります。ここで知識をがっちり整理してほしいんですね。で、年明け、もう2021年にやったら下三方です、下3法です。で、ここについても、まあ、皆さんが知識を極力覚えないようにあのなっていくような仕組みではやっています。皆さんがあまり覚ええなくていいよとで例えば これ下攻略著作権法のテキストだったりするんですけど著作権法と不正競争防止法はねちょっとまず最初寸劇から始まります。ね、でこれによってまあイメージをねちょっとあの掴んでいただきたいなというところがあってで次条文とかなんですけど例えばこれってなんだろうあ保護されない著作物と。うんテーマごとに条文を切ってます。だから畜じゃない。特に著作権法と不正競争防止法に関してはこれね築上であってもあのね知識が飛んじゃうんですよ。 だから関連してる条文例えばテーマごと例えばコンピューターに関する著作権ってどうなのがあるのかとか特に最近はこのねコンピューター系の改正がかなり多いですから人工知能とかねやっぱりあのビッグデータとか不正競争防止まさにそうで、うん、ビッグデータとかあの本当に AI ですよねあと最近で言えばそのまあ人工知能を使った機械学習とかによってどうしていくかついうところの改正がかなり多いですそういったところもテーマごとにまとめてますし、まあ、幸いね最初に言ったように私自身がもともとコンピューターの分野をやってますので、まあ、そういった改正にはね ま、かなりただまあんまり言ってもね。試験出ないので、まあそこのなんですが、具体例を交えてやっていくとまあこんなことができますよね。とかいうことでまあやってるようなイメージになるかなと。やるかなと。まだ何だよということです。はい、まあ、そういった意味では。まあ、あのこのスマート攻略コースということで、まあもう一個のガイダンスの方ですかね。学習プランの方では、じゃあより具体的にどうやって勉強を進めていくかという説明をしています。で、まず、このガイダンスでお伝えしたかったのは、まずこの講座がどういう講座なのかと。 いうところがまず1点でですねでも私のススタンスでまあ言ってしまえば本当にもうここに尽きるんですけど最初に出したあこれじゃないやごめんなさいねこれいろいろ画面を切り替える関係があってこういう便利子試験要するに便利子試験いわゆる便利子としてどう考えるべきかとやっぱり試験としてどう点数を取るべきかとだから試験に関係ないことはスパーッと切ります。 ね、ただし全部覚えておくのは大変だからやっぱりいろんなトリガーきっかけを作っていただきたいと思ってます。そういった意味でのとととししててどうう考えるるかといいころをやっぱりり非常に重視してるつもりです、はいでまあ、あのちなみにあとはですねちょっともう一個の講座のところで少しお話をさせていただきたいと思ってるんですけれども最後にね、えっと、まあ学習のまあちょっとフォローっていうところで私自身が考えているのは。 まああの講義をしっかりやっぱり見ていただきたいっていうところでやっぱり家庭学習ですね、うん、っていうのが大事というところとあとはやっぱりその、まあ、通信っていうのは意外にまあ続くのかなっていうね、まあ、あのかなりまあ不安的な部分っていうのがあると思います。でそこについては2つの政策政策っていうかやり方で担保してまして1つは学習コンパスっていう講座がありますでこれは1か月に1回の私のまあフリートークの講座なんですけどやっぱり通信って見る時期によってばらけてくるんですよね。 だから生講義と違って例えば次ね夏休みに入るから夏はこういうことやりましょうとか秋まではここまで終わってなきゃいけませんよって話がなかなかできないです。だからその月ごとですね5月分とか6月分みたいな形で毎月配信をしています。 なこの6月はこんなことやってくださいとかで7月はねあ論文試験がこう終わったのでこんなのが実は問題出たんだよとかそういう話なんかをねこうしているという講座になりますので、まあ、結構そこを見ていただくといろんな疑問点が解消するかなというところとあとはまあブログとかツイッターですねの方をやっています。でまあ、もうあの学習 あの計画の方でもちょっとプランの方でも言いますけれども、まあ、実際ブログとかツイッター,、まあ、ッターですねの中ではあの質問とかを結構していただいたりとかしてる方もいらっしゃいますので、まあ、そういったねいろんなツールを活用してあのやっていただければと思います。はいというところで、えーとまあ、ちょっと長い間になりましたけれどもまさにねこの便利試験を目指すために、まあ、何をやっていただきたいかというところをお伝えしたつもりですから是非ねスマート攻略コースで皆さん一緒に頑張って来年 来年とかも2021年の合格を目指してね、頑張ってやっていきたいと思います。はい、一緒にね、あの、皆さんといい、まあ、講座を作っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ということですね。はい、えーと、ところで、じゃあ、えー、今回のガイダンスはこれで終わりにしたいと思います。どうも、皆さん、ご清聴ありがとうございました。じゃあ、よろしくお願いします。さよなら。